はいさーい。はいさーい。なんとですね、今石川県に来てます。まさかまさかなんですよね。2日前ぐらいに決まったんだよね。急遽決まりましたね。もともと与論島に行くってだったんですけど、台風が来るんじゃねってなって、天海に行けばよくねってことで、でこれリスナーさんが使ってない家らしいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は何するの？今回はですね、釣り対決ですね。釣り対決メンバー釣り対決、前もやったと思うんですけど、今回は石川県で釣り対決しましょう。ルールがそのチームごとに所持金が与えられて、それがだんだん減っていく形式なんですけど、一番最初に渡す金額が1万5000円です。結構ない？一応結構余裕そうな感じするんですけど、実際そうでもなくて、まず餌代とか、今買ってきたんですけど、それだけでも結構お金いってるんですよ。それから引かれるのと、1日だけ船釣りを入れようっていうことになってて、その船代もあるので、結構厳しいんじゃないかなと思ってますね。この船釣りも明日しかいけないと。近日変わって今日ですけど。で、乗り合いで1人5000円みたいですね。これ全員で行くの？ちょっと予算の関係上ちょっと厳しいので、グループから1人だけ行きます。残った2人はおかっぱりから釣りに行きます。でですね、今回石川県の魚ということで、全く何が釣れるかわからないので、魚図鑑を用意しました。先ほど買ってきたんですけど、図鑑にですね、レアそうな魚をですね、自分たちでマークしました。例えば、チヌは丸ですね。でね、沖縄で釣れない魚は星マークつけてます。星マークついてます。例えばスズキですね。釣れないよな。これ星と丸はあるけど、これ違いは星の方が得点が高いんです。得点というのはこの金額なんですけど、星の場合は1000ポイントもらえます。あ、1000円もらえるの？1000円もらえる。大きさは？大きさ関係ないです。その魚を釣り上げること自体がすごいので。サイズ関係なしで1000円。1000円です。2匹目からも？2匹目ダメです。2匹目からはもうボーナスはもうない。ボーナスはないです。ボーナスはなくて、この基本の得点がつきます。まあ、魚が20センチ以下の場合だと100円が付与されます。で、20センチ以上だとその大きさ ×10 ポイント。30だったら300円。30だったら300円。50センチだったら500円。500円。このウツボの長物で150だとしたら1500円。やばいやばいやばい。それはちょっと3分の1の大きさになります。あ、長物は3分の1。それはもうズレできないようにしますね。これ星以外にもあったよね。イスズミがドクロマークついてる。そう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 。イスズミって別名ババタレとかうんこタレとか言われてるんですよ。なぜならば釣った時に漏らすんですよ、うんちを。ということで、サイズかけるのマイナス10。20センチ釣ったら200円。そうそう、200円の。結構痛いぞ。可能性を。これなり基本のポイントってのは、例えば40センチのやつを釣りました、また釣りました、3匹目釣りました、全部毎回400件ってこと？それはちょっとできなくて、3匹目までポイントがつきます。それ以降はもう全くポイントがつかないです。チームはどうなってんすか？ツーバーとひっちゃんさんは経験がありますよね。いや、そんなことないですよ。その二人が一緒になっちゃうと大変なんですよ。大変。どういうか。どうなんですか。動画的にも片方がボツみたいな感じになっちゃう可能性があるので、この二人はちょっと分けましょう。まあ、ハールさんとひっちゃんさんが一緒になるパターンもあると思うんですけど、まあ、いつものことになっちゃいますね。そう、いつも一緒なんで。ただの夫婦生活なんで。本当そうだよ。本当そうだよ。あ、じゃあ自然的にこうなるわけですね。あ、こういうこと持ちますか？分かれますね。ちょっとタイミング良かったですね。すごい大きな。あ、久しぶりです。やった。なんか名前あるんですか？言っちゃそう。チーム言っちゃそう。100m の仕掛けとかやるだろ。それ期待してるから。ここでやるんすか？そうじゃないとチーム困んから。でですね、ちょっと今日も急遽ここに来たので、もうすごい時間がなくて、もう今仕掛けとか餌とか全部買ってきました。それのちょっと紹介をしたいと思います。はい、はい、石川県に着きました。とうとう釣り具屋さんに来てるんですよ。フィッシャーズ、ね、フィッシャーズですね。まさかの。早速ルアー餌買っていきましょう。なんかね、船でマダイが釣れるらしいんですよ。で、マダイって言ったらこういったタイラバっていうルアーなんですけど、100グラムぐらいがいいですよな。
どれがいいかな。100ぐらい。俺ちょっとこれがいいのかなっていう。ビンビン玉スライドって言って、いろんな意味でこれいいなと思って、これ確定です。はい、次はシーバスのルアーです。サヨリパターンってのがあるらしい。サヨリに近いルアーが釣れるらしい。こういった細長いやつね。どれがいいのかな。結構大きいですね。こういったジギングさびき、メザカのさめようかなって、うんうんうん、下にジグがついてるんですよ。ここにジグやろうと思ってる。なるほど。皆さん見てください、面白いのがある。名前見て、ボケあります。1匹40円面白いぜ。なんかヤゴみたいな、なんかタコみたいな、うん、こんなにないからね。いないいない。なんかこの中に何か映ってます。あー、見てる見てる見てる、夢知ってる。怖いっすね。怖い。何でこのストローも生まれそうですよ。生まれそうだ。大物の狙いはこれって。僕も使ってみたいですね。見たことないのがいっぱいあって面白いわよ。え、ミック。何でも釣れる。関係ない、ウサギとカメでしょ。なんじゃミックって。うわ、すげえ釣れるみたいな感じで、イワシ置いてるんだ、こっち。へぇ、面白い。やばいっすね。赤貝。どうせ赤貝。すげえ。めっちゃ濃い。見て、見てさ。やっぱりコーン。これ巻き餌に入れるとめっちゃ収穫力が上がる激荒ってやつ。これ打ってる。打ってます。あ、打ってんのこれ。打ってます。今巻き餌選んでます。巻き餌、いつも使ってる V9 がちょっとないらしい。ないんすよね。で、V9SP あるよ。フルパワーとか今これ買いますか。だったらてかもうすでに何か入ってるけど、これ何買ったの。サビキ用の網入れる。あー、カゴに入れるやつね。カゴに入れるやつ、うん、手を汚さずにできるみたいな感じ。しかも入れやすいね、これ三角になってるから、うん、こっちから切って、ここにギューって押し込んで。初めて見たんですけど。はい、出ました、耳。青虫、何それ。誤解とかまた違うんだよね。石川県の人は、なんか坊主逃れのためにこれは持っていくらしい。あ、そうなの。一応持って行ってみようかなみたいな。いいと思います。はい、通話の餌ですね、紹介。ミック、新鮮な素材をすりつぶしてミックスしたものってナンバーワンチーム。あ、マキエさんね。はい、これ使ったことないんで。比重がやばいんですよ、比重と。重いな。たくさんですよ。あ、だからまとまりがそこまで一気に効かしてでかいの釣れるから。なるほど。収穫効果上げるための贅沢な激アラ。アサナギもコーンも入ってるんで、うん、あとはまあ沖網、収穫用の沖網、うん、沖縄より安いんですよ。あ、そうなの。200円安いんですよ。だからあとこれ挟んでた。あ、ね、ユッシーも勝つな。マジっすか。で、俺を意識してる。俺を意識して、逆に憧れてるな、ユッシーに。ちゃんとついてこいよ。本当だ、めっちゃかぶってる。結構ね、似てるね。配合剤が違うだけやん。ここに来てなんか餌に迷ってますね。さっきこれ持ってたんですけど、うん、そうそう、比重がかかるんですよね。だから、そこに落ちる前に餌取りに取られるんじゃないかってことで、うん、比重高めがいいぞと。これもアドバイスしたんですよ。あ、これもちょっと、まあ、なんかツバが、ね、これ比重いい。あ、いっとけ。やっぱよく分かってますで、師匠のことよく分かってますね。このキャラやめたいんだけど。普通にも収まりたいんだけど。さよなら、ゴチです。プラズリ班とおかっぱり班で分かれてやりますか。頑張ってくれ。はい、はい、頑張っていきましょう。頑張ってくれ。よし、頑張るよ。はい、まあ、頑張らなくてもいいけど。頑張るよ、それ。俺が釣るからって。皆さん、今の言葉覚えておいてください。俺、マジ休まず、もうずっと。休まず。やるから、マジで。めっちゃ寒いな。行きましょう。行きましょう。はい、今日乗る船がこちら。はい。見てください、これ立派な船。しかもね、ちょっとベタなげなんですよ、うん、波もなくて。状況的には最高らしいです。どこ行ってたの。下見行ってました。どこの山の向こう側行ってました。あ、なんか釣りポイントあったんだ。どんなだった、釣れそう。足場がいい。めっちゃいいの。フルフラットっすね。あ、ええやん。もう足元からもう 5、6メーターぐらいあるんで、うん、いろんな釣りができそうですね。いいな。石井大丈夫か。無理すんなよ。何急に優しい。俺がやるってこと忘れんな。どんだけ自分持ち上げるわ。上に頼っとけ。自分で自分のハードル上げまくってるっすね。星の魚、素敵たい星マークの魚。あ、ですね。実際持ってますよ。実際持ってる。うん。使うな。使う。オッケー。ムカつく。じゃあ頑張って。頑張ってね。さあ、行ってきます。はい、バイ。はい、じゃあ出発。
ツ。あ、距離距離。昨日こういうのいないよな。いないな。何鳥だろう。はい、釣りポイント着きました。目的地に着きました。水深 50m ぐらいですね。うわー、そこそこあるね。仕掛けなんですが、はい、タイラバっていうルアーです、あちら。昨日買ったやつですね。タコみたいな形してるね。これを今 50m 落として、そこまで、そこまで落として、うんうんうん、で、タイがいるところってボトムから 10m ぐらいの層なんですよ。なので 10m 巻いてまた落とす。うんうん、じゃあ僕もやります。先に釣っちゃるけんの。ちょっとね、渋いみたいです。はい、釣り場に着きました。着いた。ちょっときつかった。きつかった。ロケーションはやばいっすね。すごいですね。こんな感じで。足場めっちゃいい。足場もなんかコンクリートで固められてるんですかね。ここで、はい、チヌとマダイと、はい、あとグレとかが釣れるみたいなんで、はい、それ狙っていきたいですね。やっていきましょう。はい、頑張ろう。ヒット、一投目、一投目。グレー、グレー、え、確か丸どっちかついてましたよ、これ。やばい、早く俺も投げたい。深に寄った。はい、今釣った魚がメジナですね。メジナ探してます。あ、丸だ。メジナ丸、もう間違いないじゃないですか。ほら、ご本人。これこっち口合わせて、こっち合わせて、ほら、余裕で超えてる。ほんとか。21あるっすよ。あ、21。はい、じゃあ210円だ。ただ、丸がついてるんで、プラス500円なんですよ。いやー、そうそうそう。いや、これはすごい。一発目からこの丸がついた魚をゲットですからね。はい、そうだ、また来た、ヒット。なんだなんだ。また来た。グレ？うわー。しかもサイズアップじゃないですか、これ。やばいよ。焦ってきたな。23？ 23。ということで、230円。よっしゃ。で、このグレーはですね、はい、スーパーの場合は今2匹目なんで、あと1匹、次の3匹までポイントがつきます。あ、オッケー、分かります。それ以降は魚種を変えないといけないです。あー、はい、わー、これ、それはそれちょっときついな。はい、スーパーがですね、ちょっと知らない間にフグついてました。ついてた。で、調べたらですね、こちらですね、草フグ20センチ以下だから100ポイント。見ていいっすか、際どいところだと思うんですけど。ナイスだ。11センチしかないです。11センチ、かわいい。かわいいわ。またヒット、またヒット。さあ、何でしょうか。グレーですね。サイズダウンしちゃった。皆さん、これが腕の立ったやつですね。いやいやいや、違うっすよ。あ、ギリない。 19.5 とかだ。19っすね。19、おっしゃー。あと100円だ。おっしゃ、危なかったっす。100円です。ちっぽけな知らぬ国、真下を増してく太陽、日差しが差した極端的なこの暑さ、車内は当然